どうも、つむつむしみたです。今日はね、こちら海外版なんですけど、ナミネがね来てるんで、ちょっとねナミネ引いていこうかなと思います。で、僕ね、海外版の方も金欠で、今140万コインしかないんで、1体出るかどうかわかんないくらいなんですけど、一応ね、あの 8% ナミネがなんと 8% で手に入るんで、こっちはなので、まあ140万あればなんとかなるでしょってところで引いていきます。まあ、アクセルは 6% なんらしいんだけど、てかあれだね、日本版の時はさ、ナミネ 6% でアクセル 8% だった気がするんだけど、こっちの方が良心的なんだよ、なんかね。いや、どうかな、ちょっと早め出てくれると嬉しいんだけど。で、 8% ってことは、まあセレクトボックスとマジでほとんど一緒ですね、確率的には。セルボで、まあ、復活、ナミネ復活してるっていうのとほぼ同じくらいの確率なんで、出てくれたら嬉しいんだけど、そもそも新ツムが出ないからね、これはね。そう、僕のガチャガチで新ツム出ないんで、まあナミネ1体出てくれたら本当に嬉しいんだけど、後からスキチケでなんとかなるんで。ああ、これ爆死とかあるな、本当にワンチャン。でも 8% でさ、140万で出なかったらガチの爆死だよね。ロビンフッド一新ツム出ないな、本当。ムーラン、髪型ちょっと似てるんだけど。ダンボ、これひどいでしょ、このちょっと全然、このちょっと闇だよね、出る気配ないよね完全に。あれか、毎つ目変えてみるか。ちょっとホリデーティンク仲間だからね、ちょっと仲間呼んでみます。ジョー、あ、ジョーガードナーまで出てるんだ、ちゃんと。海外版だと、日本版だとジョーまでしか出てないけど。あー、ガチで闇だな。ちなみにもうすぐで40万使い切るんだけど、一体も出ておりません、ナミネが。てか新ツム自体一体も出てないね。アクセルもナミネもどっちも出てないっていう、やばくね。 14% の確率で出るはずなんだけどな、どっちかが。いや、おかしいな。これ確率アップしてるはずなんだけど。お願いします。いや、ガチでやめてよ。一体も出ないとか、ほんとやめてよ、これ。古いツムしか出てないんだけど。大丈夫か、これ。わ、一瞬色が波ねかと思ったんだよな。フェニック。お願いします。フラワー。マジでやめてよ、ほんとに。爆死だけはマジで勘弁してほしい。 8% ってこんな出ないっけ。まだシーバズの方が出てたんだけどな。ハンク、ちょっと待ってみるか。待ってみよう、ちょっとここは冷静になって一旦待って、お願いします。ああ、新ツムですらない。本当に確率アップしてるの、これ。本当に確率アップしてるんですかね、ラーヤ。お願いします、ゴッドマザー。これやばいぞ、マジで本当にやばいぞ。海外版はね、あの1体だけでも嬉しいんですよね。嬉しいのよ、1体で。ラーヤ2体もいらないの。確率アップしてないでしょ、ラーヤ。日本版の方でスレボで復活してるだけでしょ。白雪、スノーホワイト、シス持ってなかったな、何気に。ちょっとやばくない、これ。あと20連しかできないよ。 G に、え、やばくない、逆にすごくない、これ。 14% の確率をこんなに引かない確率の方が高くね。あ、じゃあ低くね。わー、伝説の爆死動画になっちゃうんだけど。マジで言ってる、マジで言ってます。マキします、これはさすがに闇すぎるだろ、本当に。いや、1体でもいいのよ、1体でもね出てくれたら嬉しいんだけど、古いツムしか出ないな。ラピキ、
ペアツムじゃないんだけどな。ペアツムじゃないのよ。8% だよ。え、8% ってこんな出ない？こんな出ないの？お願いします。あ、出た！ありがとうございます。ありがとうございます。やっと出てくれた。やっと出てくれた。140万コインって言ったらさ、4体くらい出ててもおかしくないくらいの確率なんだけどね。おお、新ツム、ここに来て、ここに来て新ツムラッシュ来たね。もう1体出てくれると嬉しいんだけど。トレメインね。うわー、よかったー。1体出てくれただけでめっちゃ嬉しい。けどめちゃくちゃ爆死だなー、これ。てか、シーバス出てない人って本当にこんな感じなんだね。ガチャとかでさ、コメント欄で、マジでシーバス全然出ませんとか言ってる人いますけどさ。いますけどさっておかしいな。いますけど。こんな感じなんだな。一瞬涙かと思った。いやでも1体出てくれただけ本当嬉しい。おー、よし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 。よし。スキル2、ありがとう。嬉しいよ。モアナ。フィニック。あと13万が4回かなと。4回のうちに何体出るか。あ、でも結構爆死だったな、前半かなり。おお、後半の引きやばいぞこれ。後半の引きえぐくないか。あ、待って、やばいこれは。ちょっと後半になって、ちょっとこれはやばい。後半の出方えぐすぎなんだけど。マジかこれ。ということで、なんとね、なんと、後半の40万コインくらいで超神引きして、結局確率通りくらいになるっていう、まさかの展開になりました。1プレイだけやってみるか。スキルさんどんなもんかな？あ、やばい。ああ、7チェーンでき。さあどれくらいかな。オッケー。4回ギリできるかできないかくらいの瀬戸際だね。あー、ミスった。もうオッケーオッケーオッケー。初見だからね、しょうがないしょうがない。いい、よし。よし。あー、やばい。あー、嘘でしょ。一回ミスるとやっぱああなるんだな。はい、こんな感じだよね、多分ね。あー、やばい。いや、でもスキル3にしてはマジで破格の性能してるな、ほんと。やばいよな。はい。よし。5000くらいか。もうちょっと行きたかったな。最後。OK。おお、やっぱ強いじゃん。6000だって。いや、スキル3でこんだけいけたらめちゃくちゃいいでしょ、これは。いやー、やっぱいいね、ナミネいいね。いいですね。ということで、やっぱナミネはね、強いということが、証明されましたね、これで。海外版の方も、ちょっとナミネね、育てて、
行こうかなと思います。あ、なんだ、なんだかんだ言ってアクセルが出なかったらなんかちょっとね、びっくりだね。140万使って、まあ、スキル3までね、行けたということで、まあまあ確率通りでした。ということで、この動画良かったなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。ここまで見てくれた皆さん、本当にありがとうございます。本日、僕のチャンネル、とある高校生がつむつむしてみたの、メンバーシップを開始しました。で、様々な特典が受けられるので、ぜひね、詳しくは概要欄をご覧ください。そしてぜひ、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それでは、次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、バイバーイ。